で今日のオープニングトークはえ、芥川賞受賞、障害当事者文学ということで、え先ほど、数日前でしたっけ、あの発表されました、えー、芥川賞と直木賞で、え今回、芥川賞の受賞がですね、えー、市川沙央さんということで、えーと、市川さんは、筋疾患先天性ミオパチというんですかね、えー、という、まあ、いわゆる身体障害。 で、えー、そのご自身の体験も元にした、まあ、デビュー作が今回、えー、見事アクターガー賞受賞と、第169回受賞ということで、まあ、出てらっしゃいました。で、まあ、YouTube で会見の様子、10分15分ぐらいかな、見てあ、なんか面白い人だなと思ってあの、読んでみようと思いましてですね、まあ、読んでみたということになります。で、もちろんネタバレなので中は言いませんけども、 まあこれから読む方にちょっとお伝えしておきたいのが、最後がちょっと難解なんですよね。最後が難解です。で、あれな、これどういう意味かなと思って、ネットで、その、今回のハンチバックっていう作品ですけど、ハンチバックラストとかって読むとですねあ、あそういうことかというのは分かるんですけど、逆に言うと、その本を読んだ、その、あれ、これどういうことかな自分で考えて、もう一回読んでみようかなみたいな楽しみがなくなっちゃいますので。 私のように、あなんかわかんないな。ちょっとどういう意味かなみたいな感じで見ちゃうとですね、その解釈でもう一回洗脳されちゃうと、その他の読みができなくなっちゃって、ああ、もったいない思いでしたと思いますので、この市川沙尾さんの、えー、ハンチバックの作品ですね。ぜひ、ちょっと最後が難解なんですけど、だからこそ、初めからガッと読んでいただければというふうに思います。で、会見の中で、あの、市川さんは、私の、えっ、ー、と、記憶だと、あの、障害、 当事者文学と言ってもらっていいですみたいなことを確か、今回はそういうふうに取り上げてもらっていいですみたいなことを言ってたんで、今日 YouTube の,のタイトルもですね、障害当事者文学みたいな形にしましたけれども、まあ、どうなんでしょうね。まあ、もともと文学ってなかなかこう、メインストリームでないか人が、その社会へのこう怒りとかですね、 政治への何らかのこの意図を持って書くことが多かったかなとそもそも思いますので、まあ、障害というのが一つのその少数派性ですけれども、まあ、それが書かれているっていうのは、まあ、ある意味政党といえば政党なのかなというふうに思いました。で、たまたま私、えっと、昨日また他の本も同時に読むタイプで読んでたら、なるほどと思ったのがなんだっけな。 カール・ロジャース。あの、カウンセリングを始めた心理学者ですかね。よく教官とか経聴長とかカール・ロジャース、カール・ロジャースって出てきますけど、えー、カール・ロジャースの言葉で、最も個人的なことは最も一般的なことであるとかっていうのを昨日たまたま読んでた本であって、なるほどと。確かに、こういった身体障害の方の本っていうのは非常にこう、個人的ですけれども、まあだからこそ非常に一般的なところも見出せるのかな。個人的だからこそ、ゆえ、 えちょっと矛盾に富んだ感じですけども、だからこそ、一般的なところも強く見出せるみたいなことはあるかもしれませんし、またもう一冊読んでたらたまたま似たようなのがあって、これはあの、フェミニズムについての本だったんですけど、個人的なことは政治的なことって書いてあって、個人的なことっていうのは、あの、そういった特殊な体験をしているって言っていいと思うんですけれども、他の人とは違う体験をしている人だからこそ、よりこう政治的だったりとかですね、一般的に、 人々の心を打つものなのかなと思うので、先ほど言ったように非常に正当な文学に足りえるのかなっていうふうに思って読みました。ただもう一個思ったのが、まあ、あの、芥川賞って、あの、純文学の賞ですよね。で、純文学っていうとなんかね、すごくかっこよく見えるんですけど、まあ、読めばわかりますけど、今回のハンチバックも。まあ、非常にこう、エロティックというんでしょうかね。これ、いいのかなみたいなので、全編締められていましてですね。 純文学って本当何なのかなと思いましたね。なんか昔、あれは作家かな小さい頃に漫画を読むことを禁じられて、あの家にあった世界なんとか文学全集みたいなのを親から読めて共有制されたんだけど、そっちの方がむしろエロチックで <laughs>、鼻血出しながらって書いてあったかななんか興奮しながらむしろそっちを読んで親は気づかなかったみたいなのありますけど、まさにそういう、ちょっと、あの、 えー、子供に読ませていいのかなみたいな感じの純文学ですので、まあ、そのあたりも楽しんでいただければというふうに思います。まあ、なかなか面白い本でしたね。はい。あの作者の方のユーモアがいろいろ伝わってくるような感じです。ちなみに芥川賞、もちろん私も狙ってましてですね。それを今日言いたかったんですけど、こちらですね。ついに手に入りました。えー、普通と違う少数派の君へ。 まあこれが純文学なのかって言われると、どうかなと思いますけど、まあちゃんと漫画仕立てのストーリーになってますんで、まあ、まあ文学じゃないかなと。<laughs> 次のアクターガー賞の候補になるのかなとか、淡い期待を、まあ、もちろん持ってないですけど、えー、8月1日発売で、えー、今日アマゾンで、えー、ちょっとポチったんですね。<laughs> あそこに。 数冊あるんですけど、我が子に読ませようと思ってですね、これちょっと久しぶりに本書いたんだけど、どうかなみたいな感じで。<laughs> え、こんなんいらないよとか言われそうなんですけど、えっ、ー、と、送るんですが、えー、買ったらですね、8月5日ぐらいに届くって書いてありましたんで、まだお手元には予約された方届かないと思うんですけど、まだ、えっ、ー、と、予約してない方はぜひ、芥川賞候補となるかもしれない、えー、この普通と違う少数派の君へという、新しいこのニューロダイバーシティのおすすめの本。 えー、読んでいただければと思います。はい。えー、言いましたように、漫画でですね、だいぶ、あの、ストーリーが純文学的にあり、<laughs> くいか、<laughs> ありまして、えー、そうじゃなくても、いわゆる障害というのを受け止められていないようなお子さん、まあ、大体中学生以上かな、小学校高学年ぐらい以上のお子さんでも読めるように、まあ、障害という言葉はわざと避けてるわけじゃないですけど、少数派とかダイバーシティという文脈で、 他かの人との違いをどういうふうに受け止めるかっていう素晴らしい本になっておりますので、ぜひ、えー、読んでいただければというふうに思います。はい。ということで、えー、と自分の本に絡めながらですね、今日は、あの、ーが賞受賞おめでとうございますということで、オープニングトークを締め、えー、く,くくらせていただければと思います。